Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Feridun ve yanımda. Deka です。今なんかいつもと違うところにいますね。ゲーミングコーナー。そうね。Valla bu hafta aklıma çok güzel bir fikir geldi. Türk düğünlerindeki böyle Türklerin çılgınca yaptığı dansları falan birlikte izleyip tepki vereceğiz. Bakalım Seyka hayatında ilk defa göreceği bu Türk düğün videolarındaki dansları nasıl bulacak? Valla ben de çok merak ediyorum. Ben videoyu birkaç kere izledim aslında ama hani bizim Türklerdeki yapıyı biliyorsunuz. Biz çok çılgınca böyle deli gibi dans ederiz. Böyle eğleniriz yani. İşin dibine böyle mahvoluruz yani eğleniyorken düğünlerde falan. O yüzden bu bizim özel yanımızı Seyka'ya da gösterip fikrini almak, tepkilerini görmek istedim. Umarım sizler de videoyu izlerken eğlenirsiniz. なんかトルコの結婚式とかそのこんにゃくとかでみんな祝いするわけじゃん、トルコは。で、その祝いするとき、オーバー、いつも。ダンスもそうだけど、祝いの仕方もそうだし、なんか皆さんが嬉しすぎて、もう爆発してる気持ちが。で、そのダンスを成果に見せて、いろいろ反応とかリアクションをちょっと見てみたいなと思って、皆さんにもちょっと見せたいなと思ったので。日本だとそんなに外国の結婚式とか見たこと、まあ私ね。はない。私はあまりオーバーリアクションしないからどんな感じかなって。まあ、ちょっと動画見てみましょうよ。はい、では行きますよ。お halde bu haftanın videosuna hemen geçiyoruz. の日腰やばいでしょ。広いね。範囲が広。お茶です。すごい。結婚式なのか。パフォーマンスがすごいね。体操選手。おう。これは魚、水がないところで泳ごうとしてる魚を真似してる。もういいよね。 床きれいになった。おう、俺もやってみたいな、これ。せいかご飯食べてるとき俺もこうやってみようか。何するのこれ。なんか面白くない？せいかご飯食べてるとき後ろで。怖い。しかも目合わせてるからね。やばい、狙われてるわ。この一応、何の意味？なんでやってんのこれ。これは意味があってやってんの？だと思うけど。次の花嫁見て。あ、çocukları pistten alalım yenge. Çocukları pistten alalım. かわいい。おばあちゃんたち。かわいい、超かわいい。そうなの？癒される、なんか。お母さんたちが踊ってるのとか見るとしかもこれなんか木のスプーンだから、それで音出しながらちゃんと音楽に合わせて踊ってるわけだから、すごいんだよ。すごいね、器用だ。これは結婚式じゃないけど、なんか変な踊り方。わお。酒入ってなくてもやる。入ってます、多分これ。お酒入らないとダメか。なんかテンションが。おお。暑いんだろうね、今いろいろと。いや、そんなことないと思うけど、多分なんかもう合わせてる、自然に合ってると思うよ、動き。心がね、一つになってるから、二つで。これはアパーチのダンスです。このアパーチダンス、この人がやばい。右の赤い T シャツの人。
さぎの真似じゃないかな。これ練習したの？わかんないけど、なんかうまいね、みんな合わせて。なんかトルカだと地域によって踊り方も違うんだよ、ところどころ。そうそうそう、今まで見てきた動画も見ればわかるじゃん、みんなの踊り方違うから。なんかの大会みたいだね。これ足痛めてる真似じゃない？片足使えない人の。こんな激しい行動しないよね普通。なんか日本でオリンピック出る時のなんか練習みたい。あ、ストレッチ。うん、なるほどね、試合前の。またタンクトップの人がいらっしゃいます。すごいタンクトップ多いね。これが本物のアパーチの音楽です。なんかコン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 って。てか真似できる？おできそうだね。こうとか。おお、これはね、大人の人と張り合ってる。いいもん、ほらほら。これもトルコで有名でしたよ、ほらほら。クラブで踊ってる。もう信じてるよ、自分に生きてるよ、もうその瞬間を。そうかもしれないけど、このおじさんですよ、この。音楽すごいね。アニメの戦闘シーン。この音楽は足を痛めた人をなんか真似しようとしている人々の音楽。そう、片足が使えない人がうまく使えてない人のなんか言葉を喋りながら、音楽にしながら喋ってるけど。ちゃんと守ってるね、ソーシャルディスタンス。近づくな。ほらほら、横に。でもトルコは結構あることです、こういう結婚式とかで彼女とかいない人はこうやってアピールして、俺はすごいんだぞっていう。お兄さんもそうだなっていう感じはちょっとする。出会いの場だね、うん、すごいな。なんか動画見てどう思いました？いろんな遊び方に、ダンスの仕方を見て。なんか地域によって全然違うんだなと思った。なんか激しくない？激しいね。もうどつき合い、喧嘩になっちゃいそう。普通に激しい。まあ、喧嘩することもあるから、張り合ってアピールしすぎても、二人、いや俺の方がうまいぞみたいな、で途中でなんか喧嘩し始めるっていう。俺の方がいいだろうみたいな。なんか主役って誰だったっけ？まあ確かに、なんかそこに楽しむために行ってんのに、なんかいきなり喧嘩とかになって、うん、トルコだともちろん地域とかにもよるけど、なんか結婚式とかでなんか。その結婚する男の人の友達とかもなんか酒飲んだりして、うん、まあ楽しく時間過ごしましょうっていうのはあるから、うん、それでもなんかテンション上がって、まあ喧嘩が起きることもあるけど、大体みんななんか守るルールちゃんと。ああ、それはすごいね。そうそう、トルコの皆さんだったら多分もう踊ってる人たくさんいるんでしょ、うん、みんなどこを主張してるんだろう。見た感じヒップ、お尻がすごい主張してた。特にあのタンクトップの一番最初に出たおじさんがすごかったね、うん、すごいよね。タンクトップの人たちも迫力すごすぎて、もうそれしか今頭にない。なんかそれがタンクトップはそのヒーローのコスチュームだよ。ガチ本物、本気を出す時 T シャツとかジャケットとか脱いで、うん、タンクトップになるともうガチっていう、やってやるぞみたいな気持ちになるから、うん、すごく面白い。タンクトップマン、すげえじゃん。なんかそれを見た瞬間恐れた方がいいと思う。もう
なんかテンションがモリモリの人が来るからもう多分いろいろ起きそう。やべえじゃん、タンクトップで5人くらいいたらどうすればいいの。わお、もう、もう宇宙へ行けそう、ジャンプで。怖えんだけど。いやでも自分でも久しぶりに見て思ったけど、うん、トルコってすごいな、誇りです、トルコ人としての。生で見てほしい、ぜひこういう結婚式とかをぜひ生で見てもらいたいです。チェリージュースずっとずーって飲んでるから反応しないの、みんなあんなテンションモリモリで踊ってる時に。まあ、笑うとは思うよ、すごいとか感激はしてるけど、多分ずっと飲んでると思う、こうやってすごい、まあ、いきなりやってって言っても、あの可愛いおばあちゃんたちみたいな感じではちょっとシク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 頑張ってカスタネットこうやってやってるしかないもん。わーすごいすごいって。聖火のトルコの踊りもぜひ見てみたいな、真似してほしい。リアクションがあまりアップダウンしない私でもヒヒヒヒって笑ってたから、なんか自分たちのなんか結婚式とか、いやこれ超面白いよとかって思うのあったら送ってくれれば、それでまた反応できたらいいなと思った。表情筋が豊かになる私の。てかインスタね、あのフォローしてくださっててありがとうございます。何もしてないのに登録者がどんどん増えていってます、ね、そうそうそう、私のフォローしてる人とかって本当になんか料理ご飯とかなんか可愛いものとかしかフォローしてないから。あと聖火のプロフィールをどこでもシェアしてないのに、よく皆さん見つけれますねと思います。すごいなと思って。ビデオユーデニールチフェン、おこれこれ、ビジターケペティン、Yes。Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Ayrıyeten aklınızda olan, düşündüğünüz, böyle önerebileceğiniz yorumlar vesaire varsa lütfen yorumlarda yazın, biliyorsunuz. Son zamanlarda sizlerden yorum yazdırmanızı istiyorum ama neyse, bu haftalık bizlerden bu kadarlık olsun diyelim. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Bye bye.